わかんない。一緒です。一緒なんていうの、何も、変わったことやってない。後ろは普通に、クレイジーラクマンチョコなかった。5店舗回ったけど今日、そいつ次入荷されるか分かんないって言ってたしな。お店の人に聞いたら、最後行ったお店のところで電話して聞いた方がいいって言ってた。ローソンにしかないんですよ。そう、ローソン限定で今日から。なんかもうみんな今日最後行ったところはね、なんて言ってた、店員さんがね、もう夜の1時とかには売り切れちゃったみたいなこと言ってた。27日今日なった瞬間から売り始めて、1時とか1時間ぐらいで売り切れちゃったって。クレイジーラクマンチョコファイルは残ってたけど、でも最初行ったお店で買ってさ、ファイル違うわ、2店舗目のところだわ。そこのお店3種類ぐらいしか残ってなくて、5種類あるんだけど、3種類、うん、そう、みんなが写ってるやつにした。他のやつにしようかと思ってたけどなかったから、他のお店行ったらあったけど、もう時間なかったから諦めた。もうあのレッスン中行かなきゃだったから。あれ、みんな写ってるやつ、黒ロゴで、すごいローソンって感じのあの色ちょっと何個も買ったらさ、これさ、お菓子を3つ買って、対象のお菓子3つ買ったらクリアファイル1個もらえるよみたいな感じのやつで、そう、ちょっとお菓子そんな買いすぎてはあれじゃん。でもいっぱい買ってきた。コアラのマーチとクランキー好きなの、クランキーと、そう、全部クランキーでもよかったけど、クランキー1個しかなかった気がする。だからクランキー1個と、これなんか絡みで、マカダミア、これにしたこの3つ買ってきた。チョコ、これも入る。ダルマイズゴッドさん乗ってるやつやろうかなと思ったけど、なかったんだよね。やろうかなと思ったけど、その買った店最初過ぎたところあったけど、ちょっと時間がなかった。それかラスさんとかいるやつかと思ったけど、バルラントの人たちでもよかったけどな。なかった、いろいろ。ってことは2種類、え、何種類残ってたか分かんない。あんまなかったです、買ったお店。バルラントの方たち、メスさん、リオンさんだっけの方とか映って、もうなかったんだよ。だから全員が映ったようにした。明日も行こうと思ってるけど、売ってなさそうだからとりあえず聞いてみる。なんかなさ、今日ないってことは今日の夜入荷されるとか、明日入荷されるじゃないと、ないから多分ないと思うから。今日さ、でなくって、その4店舗ぐらい回ってなくって、妹に急いで連絡して、ちょっとローソン行ってくれないって言って妹がね、6店舗ぐらい行ってくれたの、調べて。そう、これ欲しくってって写真送ってさ6店舗ぐらい調べて行ってくれたんだけど、どこもなかったらしくて、すごい自給してくれてた。1店舗ね、なし、2店舗目なしって連絡がリハ中に来てた6店舗目もなしだった。結構行ってくれてたみたいなんだけど、明日もちょっとローソン回って聞いてみようかな、店員さんに入荷されるかどうか。そこの店の人行かないと分かんないしね。なんか抽選みたいなこと言ってたんだよね、入荷よく分かんないけど。
コンビニで働いたことないから分かんないけど、その仕組みが。なかった、どこにもなくって買おうと思ってたのに。じゃあもっと早く行くべきだった。なんかもう日付変わった瞬間ぐらいにローソンに行くべきだった。いやいや、帰ると思ってたんだよね。無理だった普通に。なんかあれみたいで、鬼滅のさ時のびっくりマンチョコ、鬼滅のあれも買えなかったんだよね結局。どこ行ってもなくって、その時もめちゃくちゃローソンだよね。あれもあの時もローソンめっちゃ回ってどこにもなくって買えなかった。買おうと思ったんだけど、はい、ちょっとまた明日も行く。入荷されるのいつかとかも聞いてこよそう。とりあえずクリアハルはこれだけゲットして、とりあえず他のも良かったけど、とりあえずこれ。ちょっとお菓子がで、これ5種類あるから全部買うとお菓子3つでしょ。15個買わないんだけど、そんなお菓子大量になってしまう。だからとりあえず1個だけにしといた今日は。ねえ、朝早く行けばよかった。日付変わった瞬間行けばよかった。なかったいや忘れてて、完全にその朝思い出して、あ今日あれだと思って、そう今日発売日だと思って行ったんだよね。うん、何これアニメじゃないんですね。これはね、プロゲームチームの CR クレイジーラクーンっていうところとローソンのコラボですね。クレイジーラクーンっていうプロゲーマーの方たち、これ載ってるの。アニメじゃないんですよこれ。7時からなんかね、今回はね普通に日付変わった瞬間からっぽかった。なんかでも前日に発なんか普通に売られてたみたいなところもあって、わかんない、店舗によるんだよね。ちょっとそれ行きませんか。買えなかったです、クレイジーラクーンマンチョコは。誰が誰だか、え、大体は分かるよ。分かんない方もちょこちょこ、え、大体分かる。分かんない方もいるけど、私が前配信なんだっけ、ラストの配信見てた方、この方ダロマイズボットさん、ハリーさんか、分かる。この方やっぱめっちゃうまい。ラスさん、セリーさん、見えてないか、ラスさん、セリーさんとか分かるけど、他の方もでもちょっと全員じゃない、分かんない方もちょっと1人2人。でもなんかね曖昧なんだよね名前が。そう、曖昧。モンドさん、あ、もう分かるよ、分かる。クオカードも、え、クオカード応募してない。え、言うの当たらなさ、私。ラスさん、ラスさん、このキャラクター、ラスさん、そう、これはファイルはトラスゲットした、この1種類だけ。そう、4人ずつ乗っててみたいな。そう、これは全員。そう、ここに乗ってる方たちだけじゃないけどね、クレイジーラックもっといるけど、そう、今回はこの方だけ、この方なんて乗ってる方だけしか
うん、クリアファイルは意外とあったりしたんだけど、その全種類あった店舗もあったし、でも時間がなくってさ、買う時間がもうレッスン場に行かなきゃで確認しかできなかった。迷ってる時間がなくって、そう、なんかでも栗平くまチョコは本当になかった。売ってるとこも一回も見てない。今日買わなかったって言うよね。買えなかった、なかった。その商品置いてるの一回も見てない。今日買えなかったんですよ。買おうと思ってたのにもっと早く行かなきゃだったわ。そう、今日5店舗行ったけどローソン、どこにもなかった。そう、クリアファイルはね5店舗のうち4店舗あった。1店舗はなかった、クリアファイル。うん、だけど4店舗あった、結構あったんだけど、その全種類あったところもあるし、全然2、3種類とかのところもあったけど、少なくなってるところもあったけど、クリアファイルはあったけど、クリジラクマンチョコがなかった。チョコの方がチョコなくて、これだけ手に入れたって人はやっぱ、ね、もっとツイッターで調べて、めっちゃ調べてて、結構そういう人多い、買えなかったって人結構多かった。買えなかった。売ってるの見てない本当に売ってるのレベルで見てない一個もそのなんかさ、値札書いてたりするじゃん、商品の名前とこの値段、それすら見てないんだけど本当なかったんですけども明日も行こうと思ってる、ローソン巡りをローソン巡りしようかなと思ってるけど、なさそう、買えなそうだから、とりあえず入荷される日とかを聞こうかなと思って。ファイル以外ね、ファイル以外はさっき言ったクレイジーラクマンチョコ、ビックリマンチョコとのコラボで、ああいう感じのシールがついてる、それがその目的だったの。ファイルも欲しかったけど、そっちの方が欲しくて行ったんだけど、どこにもなかったですそう、会えなかった。とりあえずファイルだけ1種類、あと4種類ある。すごいローソンからもうさ、ここなかったらすっごいローソンじゃんローソンの制服ロゴがあるから、ロゴがあったすごいローソン取り扱ってないでもね、あるしね。そう、めっちゃツイッターで調べてて、シアルラクマ、シアル、違う、シアルマンチョコ、クレジラクマチョコ、シアル調べたんだよ。そう、なんかそう、入荷すらしてないみたいなところもあったりするみたいなのを見た。そのファイルはあるのに入荷してないみたいな店舗もあるらしい。らしいです。わかんないけど。ちょっと明日またローソン巡りしてみる。シアルって何だっけ？クレイジーラクーンっていうプロゲームチーム。クレイジーラクーンでシアル。ちょっと見づらいからロゴだから、クレイジーラクーン、ここにローソンの横に書いてるクレイジーラクーン、おいしいやろ、頭の文字。いつもこうメニュー言ってるそう、
確かになんかあの一番くじ当たりくじ三流の当たりくじとかあった時ね、こういうのコンビニを売ったりしてるわ。ついこの間もあったわそれ。プロゲーミングチーム、そうです、プロゲーミングチーム、プロゲーマーの方とかストリーマー、ゲーム配信してるような方とか、みんなそうですね。そう、さっき言ってたラスさんとかセリーさんとかはあのエイペックスのプロゲーマーの方、ダルマイズホットさんとかアリサカさんはストリーマーだけど、ネスさん、リオンさんとかはバロラントだね。バロラントプロゲーム、バロラントっていうゲーム。つい最近でバトルリストの活躍があった。あ、そうね、そうかとめっちゃプレーオフ進むしね、CR。 あ、てかさ、それら世界大会で言うとVCT プラントチャンピオンツアーだっけ、なんだっけVCT VCT 日本で開催なんでしょ、びっくりした、東京で6月行きたいもうちょっと近くなんないといろいろ処理されてないだろうからあれだけど、めちゃくちゃ楽しみマスターズ、ウシティ、マスターズ、そう、開催なんですよ。行けるの、行きたいけどどうだろうな、わかんないな。ビアとかじゃない。早めに知りたい日にちが。6月のいつあるのか。まだ出てないよね。6月しか出てないよね。日にちを知りたい。めっちゃ楽しみだもん。行けそうだったら行きたいな。VCT。わかんないけど、先すぎて。世界からトップチームが集まる。そう。めっちゃ楽しみ、ゼータみたい目の前で、目の前でって言われる、あ、なんかそのプレイしてるところを見れるんだよ、なかなかないよね、世界中のめちゃくちゃ強いじゃん、見に行きたいけど、行きすぎてわかんない半年先だから、6月ゲーム関係の番組出てる、え、出たい、私も出たいよ、ゲーム関係の番組、もちろんそんな上手いわけじゃないけど、ゲーム上手いわけじゃないけど出たい、あ、待ってやばい、携帯の充電が 1% なんだけど、え、めっちゃ減ってる、よいしょ、危な、出れたらいいな、ゲーム関係のお仕事とか番組とかそういうイベントとか いろんなゲームやってみたさはあるけど、最近エペしかやってないんだよね、エペが一番やってる、でもいろんなゲームやってみたい、バラントとかもまたもっとやりたいんだけど、であのキーマンも練習したいんだよねエペパターだから、
てたアプリ、ゲームのやつとか、え、最初からパソコンに入ってたアプリってどんなの。あ、オーバーウォッチもやりたい。オーバーウォッチも確かに練習しなきゃ。ね、ゲームのイベントだったりとかさ、出てみたい。ゲームのイベント下手だけどゲーム下手そんなに上手くないんですけど、好きなんだけどね、上手くはないんだよな。できるよ、ちょっとゲームね、できるといいけど。いや、あるのはあるけどさ、今動いてないじゃん。そうだから新しくね。スポーツゲーム、スポーツゲーム私したことないですね。なんか入ってたゲームあるよね、なんだっけ、ウィーレみたいなサッカーのやつ、めっちゃ入ってなかった、ちょっと前にさ、やったことないんですけど私。え、それは知ってる、うちは流行ってたから知ってるけど、やったことはないですね。スポーツゲーム系やったことないもので。なんかめちゃ流行ってて知ってるけど e スポーツって流行ってる、確かに最近流行ってるね、ゲームのなんていうの、そういう競技のやつ。ツイッチ以外にゲーム機、ゲーム機はあのゲーミング PC かな、 PC とスイッチと任天堂のやつは結構持ってるよ、 Wii とか 3DS、 DS とかいろいろ持ってますね。任天堂のやつはプレステは1個持ってないけど、プレステのゲームは全然やったことない、ちょっとしかない。なんでソニーは買わない、プレステね、なんでかわかんないけど、ちょっとわかんないけど持ってないんだよね、なんでかわかんないけど。だからずっとなんか DS とか買ってたから、 DS の新しいの出たら買っても、買ってプレゼント、クリスマスプレゼントとか買ってもらってみたいな、そんな感じだったから、ちっちゃい頃そう。なんでって言われたらわかんないけど多分ね、そのゲームやり始めるようになったのが、そのお母さんが多分ね買ってくれたりしてて、なんだけど、そのお母さんもゲームするようになったのがあれなんだよね。お母さんのいとこがさ、すごいゲーム好きで、ゲーム好きな親戚いるって言ったじゃん。そのいとこがめっちゃ好きで、その人はプレステ持ってるんだけど、でもプレステのゲームいっぱい持ってるよって言うよりは、任天堂のゲームの方がいっぱい持ってるの、その人だからかな。そのでその親戚の影響でお母さんなんだっけ、ドラクエ持って、ドラクエ何個か持ってて、全部じゃないけどね、ほんとちょっとだけど、それで DS とか持ってて、 DS みんな持ってる。弟、私と妹とお母さんのやつがあって、みんなで使う、お母さんのやつってみんなで使うよみたいな感じで3台あって、 DS ライト、 3DS は4台あった。でも2台ぐらいしかない、なくなっちゃったんだよね2台、弟になくされたそんな感じだから、プレステ持ってないからってこと、あの自分は持ってないから、親戚の家でプレステのゲームやったことあるけど、ちょっとだけね、
メルカリなきゃないじゃん。弟その時なくしたの、小学校低学年か幼稚園かそんぐらいの時でなくされちゃったんですよ。弟がまず自分のさ 3DS なくして、で私もその時全然使ってなかったから、 3DS ほんとたまに使うぐらいだったから、で私の使っていいよみたいなで貸してたらなくされたんです。気づいたらなくなっててないんですよ、自分の 3DS。 私のデータが入ったソフトとかも一緒に消えちゃった。その 3DS に入ってたやつね、その本体が消えてるからさ。なくされたんですよ、どこにあるかわかんない。え、でも多分外にさ持って行っちゃダメっていうルールがあるから持って行ってないと思うけど、でもさ家の中にあるはずなんだけど、自分の家かおばあちゃん家とかにあるはずなんだけど、おばあちゃん家とかには持ってたりしたから、でもないんですよね、何年も出てきてないからなくされましたね弟に。自分のせいです消えた、わかんないどこにあったかフフ犬小屋の中、犬小屋とかないよ、犬飼ってないもんだって犬飼ってない。あ、わかんない、まあ、なんかなくしたんだったら家、あ、びっくり、あ、あ、置いてたの落ちた、風で上に飾ってたのが落ちたなんだっけ、おばあちゃん近い自分の家でなくされたんだったらいつか出てくるはずだからまあいいんだけど、それなくしたとかじゃなくて、なんか立てかけてある紙が落ちた紙が落ち、立てかけてあるから落ちちゃった、後で戻したか。スパラの福袋多分買わないな、今年福袋買わない気がする。スパラの福袋買ったところで、ってどんな内容かわかんないけど商品券とか入ってても多分使わないからな、そんなしょっちゅう買い物しないからのスパラで、いいや。うん、結構散財して捨てるかな、でもパーカー買ったぐらいじゃない今月の大きい買い物、ちょっとお高めのパーカーを買ったぐらいじゃない、なんかしたっけ買い物、なんか買ったっけ、あと化粧品買った、化粧品がなんか一気にさいろいろなんかなくなっちゃって、アイラインつかなくなったりとかも、なんだっけそのコンシーラーなくなったりとか、だからそういうの買ったぐらいかな、でも必要だからそれは仕方ない。今日も買ったけど、このクリアファイルのためにお菓子3つ、でもお菓子3つだから400円しないぐらい全部チョコ、チョコ以外もあったはずだけど、そうなんか一旦さチョコがいっぱいあったから、チョコ、そう化粧品同じ、買わないとメイクができなくなってしまうから、いろいろ買った、何買ったっけな、アイラインとなんかマスカラ下地とコンシーラー3つか、うん、3つだ、3つ新しくってかもうなくなりそうだったから買った、コロのマジ、そうコロのマジでもいい、なんか対象商品みたいなやつがあって、コロのマジなんかなんていうの書いてあった、このクリアファイルの対象商品みたいな、なんか紙がその値札値段のところにさ書いてあった、
月服にどのくらいか、私ね毎月そんな買わないんだよね服。今月買ったけど、でも1着ぐらい買ったの、パーカーぐらい。え、買わないのそのぐらい。え、1着も買わない月もあるし、何着か買う時もあるしみたいな、結構バラバラ。服いつ届くんだろう、まだ発送されてないっぽい。でもさ、調べたの、それもツイッターで調べたら、サバトルーム進撃みたいな感じで、進撃の巨人調べたら、ボルトルームと進撃の巨人と、なんだっけ、ラッターさんのこの3つのコラボのパーカーとかは、 T シャツとかはこう届いたみたいな、発送されたみたいな見るけど、進撃の巨人とのコラボのやつはまだ見なかったから、ツイッターで。ってことはまだなのかなって思ってる、わかんないけど。ツイッター検索した、ツイッターで。そう、なんか発送されないからまだかなと思って、23から30日だったの、発送書いてた、あのホームページに書いてたのが。で今日27でしょ、だからまだかなと思ってそう調べたらね、まだ見なかったから、そのパーカーが届いた、私が頼んだやつ、パーカー届いたって人も見なかったから、ラッターさんとの3つのコラボのやつは届いたって人もいるけど、まだ見なかったから、まだっぽいなって思って。そう、一人もいなかったから。けど遅れて、ああ、なんかその書いてあった、雪とかで、あとなんか年末年始だから、そう、なんかそういう関係で遅れるかもみたいな書いてあった。今年には届かない、わかんないまだいつ発送されるか、来年受け取る可能性もめちゃくちゃあるわかんないな。僕はグレーにしたね、黒と迷って、結局グレー。成人式でえ、みんな振り袖なのに一人だけパーカー、ラフすぎでしょ絶対やだよそんなの一人だけちょっとなんか嫌だわそれは一人だけパーカーやだよさすがにほぐしたら少ないけど、確かに全部ラッター黒。え、でしょ、そう、え、誰一人いなくて、その進撃の巨人とブルトルーム、2つのコラボの人が、そう、ラッターさんと進撃とみたいな、3つのコラボのやつは届いたって人いるけど、いなくてさ、ってことはまだ発送されてないんだと思って、そう、来年ひなこ浴衣らしいからいけるマジか、寒そう浴衣は一人いいね、目立つね、いい意味で目立つね、みんな振り袖で一人浴衣28から30って3日間、あ、確かに3日間、まあでも遅れる可能性もあるって書いてあったから、そう、まあ分かんない。まあまあ、でもちゃんと注文はね来てるから届くとは思う部屋寒くない？え、寒いよ普通に、 14.5 度
普通に寒いよ。パーカーは、パーカーよりスウェットの方が好きなんだけど、パーカー形が好きだけど、髪長いとさ、そのパーカーのフードのとこに当たってさ、髪がすごいあれなんだよね。髪短かったらパーカー、絶対パーカーだけど、普段よく着るのは、その着ること考えたら、形は好きだけど、めっちゃ好きだけど、パーカー可愛いじゃん、フードあるの。でも着ること、自分が着ること考えたらスウェットの方が好き。今日カイロないです。今日はイベントだったから、そういらない。だからとパーカーか、確かにパーカーね、そのフードとかがある分、乾きづらいよね。クジラくんはちょっとどこにもって売ってないよね。今日5店舗もあってどこにもなかったからね。もうなんか5店舗、この売り場に置かれてすぐなくなっちゃったみたいな。もう1時間とかで。そうですよ、ちょっと行った時間遅かった。次の入荷待つしかない。いつあるか分かんないけど。ハルカイロイベントの時に使ったら暑すぎて無理だよ。もうただでさ、戻ってるだけで普通に何もつけてなくて暑いんだからさ。踊る前は寒いけど、今日イベント前もめっちゃ寒かったけど、踊る前はね、イベント終わった後は暑って言ってたから、みんなそれでカイロとかつけたら大変なことになっちゃう。レッスン着とかもつけれないだから、カイロ暑すぎる。無理だよ。つけれないです、イベントとかレッスンの時とかは。つけてられないわってなっちゃう。最初はいいけど、踊る前は。すぐ再入荷する。すぐ再入荷する。でもあれか、店舗によるか。店舗によるよね。私もなんかその店員さんに聞いて、最後行った店聞いて、入荷するか分かりますかって聞いても、なんかあんま分かんないみたいな感じだったんだよね。なんか抽選がみたいなこと言ってて、よく分かんなかったけど、抽選みたいなのがあるし、ツイッターしてるんだ。でも確かになんか抽選みたいなの書いてあったりして、抽選でなんか入荷するみたいな、よく分かんなかったけど、コンビニで働いたことある人なら分かるかな。なんか抽選みたいなこと言って分かんなかったよ。でもコンビニのそういうさ、入荷の仕組みが分かんない。衣装の人ってヒートテック禁止、禁止じゃないけど、長袖とかで見えなかったら。でも暑いよ、普通に着て踊るから。踊んないとかだったらいいかもだけど、ヒートテック着て踊んないイベントあったりするじゃん。なんかそういうこうイベント、なんか踊るのがライブとかないやつ、遠く、そうそんな感じのやつとかだったらいいけど、踊る場合は暑すぎてそんなの着られないです。あと大体の場合半袖だしね、ヒートテック着たら見えちゃう。そう、着ないですね。だから衣装着るときヒートテック、カイロも貼らない、暑いから。踊ったら本当にローソンで、ローソンでバイト、これのためだけに。怒られちゃうわ妹に。うん、するかって言われちゃう、絶対絶対やだよって言われそう。こっちは何もなしぐらいだ。踊ってない時間は寒いけど、踊ってたら普通にさ暑いんだよね。踊ってなかったらいいけど、踊らないだったらいいけど、踊るからな。
の靴下は自由。靴下が見えない靴、ちょっと長めのブーツとかあったりするじゃん。とか靴下見えないなんか長さの靴だったら靴下自由だけど、靴下見えてるやつはあれはもう決まった靴下です。見えないやつは靴下自由。自分のも履いてきた靴下履いてる。みんなロングブーツ、長めのブーツとかあったりするじゃん。ああいうやつ、朝も寝が寒い。確かに今日イベント前めちゃみんな寒いって言ってた。踊る前だからね、風が。イベント前寒かった。今日あの出番前めっちゃ寒かったね。成田で撮影したい MV、 今夜少し放送、あ、ね、書いてたツイッターにぜひ見てください。あとでツイートしとこう。ん、あれなんて放送、まだだよね、忘れて間に合うよね。うん、どのぐらい放送されるんだろう、少しって。深夜1時30分間に合う。あとでツイートしても間に合う。え、配信終わった後にツイートして間に合うね。1時だから、うん。よし、間に合う。あとね、なんだっけ、波動、波動のやつも放送されるし、今日のやつ確かそうだった。また後でツイッターとツイート投稿じゃないわ、ツイートする。後でツイートするわ、配信終わった後間に合うから。うん、あ、ツイッターのヘッダー、そう、今日書いたんですよ。あれ小気味にしてたんだけど、やっぱキャラクターってあんま良くないかなと思って。それさ、だから隣ひなこです。私とひなこ、もしかしたら第9販売13時まで、あ、やばい、ついてしてない、それあ、明日ツイートするか。あんま遅い時間にしたくないんだよね。ちょっと私のやつは今日しとこう、配信終わった後。お腹すいちゃった。
腹空いた。今日差し入れでさ、ゆうささんがさ、どこだっけ、チョコクロワッサン、どこなんだっけあれ、なんかカフェのクロワッサン差し入れでくれていただいて、それ食べたんだけど、なんか空いちゃったね普通に。しかも目の前にいっぱいお菓子があるし、今日買ったファイルこれもらうために買ったお菓子がある、なんか空いちゃう、食べないけど、食べないですけど、このお菓子は今日食べない。例えばサンマルク、あ、そうサンマルク、そこだそこ、それ今日サーティワンじゃなかった、なんかね、品川サーティワンなかったらしい、岩さんが言ってた。ありそうなのになかったんだよねみたいなこと言ってた。だからそう、チョコクロ、チョコクロ。品川ないらしいよサーティワン、知らないけど。岩さんが言ってた。確かにありそうなのにね、ないみたい。ちゃんとなんかご飯食べたよ、イベント始まる前に食べたんだよね、ご飯なんかコンビニで買ったね、なんだっけな、あれなんかスモークサーモン、サーモン、普通のサーモンかな、わかんない、スモークサーモン、スモークサーモンとクリームチーズかな、わかんない、なんかクリームチーズなんかわかんない、なんかサーモンとチーズ、クリームチーズかな、なんかそんな感じのやつのサンドイッチみたいな、サンドイッチみたいなやつ、あ、ちっちゃいフランスパンみたいな、フランスパンじゃないけど、なんかそんな感じのやつに挟まってるやつと、なんかねセブンで買った、セブンで、それとなんかブロッコリーとタコのなんかサラダみたいな、とゆで卵食べた。ですが何も食べれてない？それはまずい、倒れちゃうよ、食べな食べな、何かパンって食べれるもの食べないとまずい、それはよくない。寒いな、いやクリフルのドルサカシスコバニラにしました、いいね、それなかったんだよね最初これ買った店舗、なかったんですよ、だからみんないるやつにした。みんないるやつ、晩まで続けて売れない時とかってあったです。朝から晩まで、あんまないけど、朝から昼までとか 10時間ぐらいとかならあったりするよ。朝から晩までなかなかなくない？ストレスが続いててみたいな、お昼ご飯食べる時間ないとかはあったりするけど、時々ねお仕事でみたいなあったりするけど、あんまないね。ローソン、ローソン柄、え、ローソン柄だよねこれね、裏とかめっちゃ置いなかったらめっちゃローソンだよね。え、サイリンにさ、これ今日これファイル買うためにお菓子買ってきたんだって見せたら、めっちゃローソンだねって
会話した色がローソンなんですけど すっごいローソンカラーでも可愛いこの色好き。でもこのクラファイル使えない、一個しかないから無理、保存だな、保管うん、まさかラーセンでカプエルかが半額で、あ、なんかあれか、そのなんか牛乳のなんか消費しましょうみたいなやつだね。なんか見たわ、ツイッターかなんかで結構前に見た。使ってるクリアファイルどんな、え、使ってるクリアファイル、なんかさ資料とか入れたりするクリアファイルね、めっちゃ適当なクリアファイル使ってるな、なんか無地無地、なんか何も、ほんと普通のクリアファイル、普通のほんと何にも書いてないやつとか、あといつもリュックに入れてるクラファイルがあって、その資料とかさ立ち位置とかさ入れたりするように、それはなんか緑のクリアファイル、なんか透明な緑、なんていうの、わかる、なんかこう裏が見える感じの。クエンケース、いや買ったやつかもわかんない、クリアファイルごとさこう渡されて、でもその入ってた中に入ってた紙とかいらなくなってみたいな、こうそれででもクリアファイルはあるから何かに使うかみたいな取っててみたいな、クリアファイルだけ使うとかあるしね、よく。使ってるのはねこういうこういう柄とか一切入ってない透明、うん、中が見えるタイプのやつの使ってる。学生の頃とかはさクラファイル絶対いるからあれだったけどさ、今はさそこまで使わないんだよね、使わないけどこれ欲しくてあれ買ったけど、お菓子買ってもらってきた、そう半透明のやつ、使って、そうもらったやつ使ったりとか、パワーの紙、あその紙入れはね違うやつなんだよな、ファイル、ファイルだとあれだから、あ受けて入れちゃった、これパワーに入れてる、これのファイルだと、ファイルじゃなくてさこういうさなんていうの箱がいいんだよね、こういう書いた付箋とか紙とか入れるから、キノコ、マリオのキノコです、これはユニバ行った時に買ったキノコのクッキーが入ってた、キノピオ、キノピオじゃないこれ、なんかあれこうマリオがでかくなる時のキノコそう、そっちなんですよ、キノピオじゃないそっちのなんかスーパーキノコ、あスーパーキノコってのこれ、そうスーパーキノコじゃそれです。キノピオじゃない。大きくなるやつ。なんかユニバ行ったから、あんま行かないからさユニバって、大阪ってあんま行かないから、買いたくってな、
買いたいと思ってこれ買ったの。可愛かったから箱も。かな。え、なんだろう。結構楽しいのに今何もなんかそのディズニーとかに比べたらさ、テーマパーク同じテーマパークユニバーの方がこう絶叫系多いし怖いやつ結構多いし、ジェットコースター好きだね。フレンドダンスを初めて乗ったんだけど、この前行った時にめっちゃ楽しかった。思ったより怖くなかった。フライングダイナスよりなんだっけ、普通のジェットコースターあるじゃん、なんだっけあれ名前が分かんないけど、あっちの方が怖い。フライングダイナス、そう、なんかそこまで怖くはなかった。楽しかった。怖いっていうより怖さで言ったら、後ろ向きとさ普通に進むやつあるじゃん、ジェットコースター、そっちの方が怖い。足がつかないからあれ。吉沢明のジェットコースター多分それ。多分フレンドスパイファミリー、え、スパイファミリーライドやる。あ、そうなんだね、知らなかった。あ、50分ありがとう。私が行った時あれだね、進撃の巨人やってたの、それ乗った。巨人がでかすぎてびっくりした。すごいみたいな。ランキングもそう、巨人から逃げてた。めっちゃ楽しかった。13位からランキング見ます。13位、ゆうまかっこ熊本さんありがとうございます。12位、かざとまくきょかたむずさんありがとうございます。11位、ジョークソンさんありがとうございます。10位、香港の春まとまくきょかおしさんありがとうございます。9位、ユージアットマーク、今日も山田京香さんのことが好きすぎるみたいです、さんありがとうございます。8位、 WY アットマーク影の守護神さんありがとうございます。7位、マルさんありがとうございます。6位、ニャカットマーク東洋圏めっちゃ混んでましたさ。ありがとうございます。混んでたんだ。ありがとうございます。5位、こうへいさんありがとうございます。4位、フロマンさんありがとうございます。3位、シーさんありがとうございます。2位、ラボーナさんありがとうございます。そして1位がうどさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日の配信はお昼前ぐらい、お昼前、何時だ、お昼前10時台11時台とかに一回やろうかなと思ってます。夜また一回やると思うけど、10時台11時台10時台かな、多分11時台微妙だな、わかんない、ちょっとまた9時台にする可能性ある、わかんない、ちょっと、でもそこら辺10時とか11時とかそこら辺で1回やると思う。で夜も1回やってって感じで、多分2回すると思います。2回する予定でいます。夜はいつもと同じぐらいかな、多分わかんない、早くする可能性もあるけど、早くする場合は言いますね、また755で言います。寒いから後で暖房つけよう。15度になんない、寒い、暖房つけてない。つける前に配信始めちゃった。午前中、そう午前中にやる予定でした。この後エペしない、ちょっとしなきゃいけないことがあるから、それ終わらせます。
しないです。親方はそのまま寝る。お風呂入って取りますよもちろん。寝れない寝れない。昨日すごい、昨日ねしようと思ったんだけど眠すぎて本当に寝ちゃってやばいと思って朝起きてやりました。そうちょっとだけやって眠すぎて気づいたら寝ちゃってて、でも、ね、もし寝ちゃった時にアラームはかけておいてたのだから大丈夫だったけど起きては覚えた。まあでも今日大丈夫そうだったから大丈夫だったからイベントまあなんとか。今日ね初めてする曲が2曲あったんだよね。だからねちょっと不安だったの。でも大丈夫だった。じゃあ明日はお昼前ぐらいに1回やって夜もう1回 ?2 回やりますね明日。なので次お昼の配信で明日のお昼前ぐらい、お昼じゃないお昼前ぐらいの配信で、お昼ちょい前ぐらいに多分すると思う。じゃあありがとうございました。また明日の配信で。おやすみなさい。ありがとうございました。またね。バイバイ。おやすみ。バイバイ。おやすみ。また明日。